なんか見え…あー、別府だ別府だ別府だいかにも別府これですよ。湯気の湧き方がいいよ、はい、これぞ別府の風景ですよ、うん、いや、悩むな。別府か宮崎移住どっちにするかはちょっと…別府地がその大分大分もう温泉だけで選んだらもう間違いなく大分やな。大分の温泉はもうすごいわ。すごいわ。恐るべしだわ。いや、温泉県と言うだけある。やっぱ日本一の。んだタワー、うん、別府タワーのもうすぐそばですよ、これだったら。これ別府タワーって言うんだ。いや、嘘、ごめん。あ、合ってたよ。合ってた。別府タワーよかったいや、まあ、これ別府タワーでしょ、これはね。でっか。あら、まあ、こんなところに今日泊まるんですか。これすごいね、うん、あ、あった、行楽、あそこです。あ、本当だ。回れと、あれですよ。こ、あそこだ。あそこだね、行楽。ラーメンありますよ。 あるね、こいこいて。豊常はね、すごい大きいんだよ、ほら。ほう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 。 RV パークっていうか、悠々パークどことかって何も書いてないですね。本日の車中泊スポットはこちら、悠々パークさんです。ちょっと不思議なというか、かなりの空き地ですが、まあ、ここを利用させていただきます。お、温泉か、温泉か、なんかすごいぞこれ。ここ行楽さん、こちらでございます。すっごい街中、ちょっとびっくりした。豊常に入ってて聞いてくればいいじゃん。今日 どうですってお、ああ、そういうことか。なんかすごいっちゃすごいな、これ宿。ギリギリまで砂浜やったとか。すごいね。歩いて店を探すという荒技。ここですね、天の月。なぜここにしたのかと言いますと、これですよ。これですよ、エンボさんは。月サバが。え？ありません。7時にこちらにお邪魔すると。で、関アジを2人前しか残ってないのをあなたが予約した。関アジの予約、うん、じゃあここはもう関アジもないわけですね。ここ関サバも何もない。やっと八町到着です犬、これでとりあえず3台止まった。だから従業員の車止まってますが、多分九州ラスト乾杯ということで、お疲れさまでした。関アジ、アジだ、アジ。サバは売り切れ。やっと食べたね。最終日に食べる関アジ。美味しいです。よかったね。取り手。からしをいっぱいつけて、タレつけて。ご飯が食べたい。君たちは少なめだからね。あ、十分です。ぴったりなんだ。そうです。きたきた。あ、エムコの。不思議な森。うん。来たよ。それでは怒りが締めに入ります。寝ながら食べます。うわ、これ何ですか。琉球好きだなね。琉球ちょっと暑そう。今日暑いの今日。うまい。それ何？締めです。うん、温かい晩飯。あ、締めてます。タオティーン、ただいま。ごめんね、お待たせしました。
束の間で買った。そう、うわ、何この色、ほら中まで染みちゃって、すごいねこれ、すごいね、え、マジか。お札と父ちゃんが見てる、うまっ、うんうん、温泉でこんな色ついたの、ほんと、なんで、なんで、でも美味しいよね、こう、めっちゃ美味しい、白身がさ、キュッてしまう、こう、水分が抜けてさ、うん、ほら、なんてことでしょう。なんてことでしょうか、のアクションが今すごかったね。めっちゃうまい。よかったな。さあ、出発でございます。私たちがやってきましたのはロイヤルホスト。こちらでモーニングいただきます。はあ、このコーヒーが幸せ。モーニング。ゆうゆうパークか。温泉の施設に泊まるゆうゆうパークですが、まああまり多くを語るまいという感じでございます。これか、あれだ、これ先に行くんだっけ、そこは通り、これでいいのか、こっちだよね、これだよね、はい、やってまいりました、出発点に戻りましたよ、行きましょうか、泥まみれになるよ。あ、この間と M 子さん雰囲気違うかもよ。前はあれが出てなかったわけじゃん、白いのが。そう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 。うん。ポンプの掃除中だったの。あのね、月に1回掃除しないと泥が出てるから詰まるんだって。なるほど。山田君目赤いよ目にも塗りすぎました、うん、俺らってすら痛いのに、うん、やっと目が開くようになった、泥人形のようになってたからビデオ撮ってなかったからね、うん、撮ってくれるということで、はい、宮崎ツアーこれにて終了、はい、解散、さよなら、バンザーイ、お疲れ様でした、バンザーイ、楽しかった、バンザーイ、太郎ちゃんもお疲れ様、長い間ね、頑張ったね、まだあと2日ある、参りました、スケさんうどんでございますよ、はい、こちらでございます、そうミニだ、ほんとだ、どれがミニだろう、全部ミニだ、おー、安いね、これミニとはいえ単品で、うん、チョビ、うんうんうん、私はごぼ天がいい、はい、肉ごぼう、肉ごぼううどんでございます、肉ごぼ天うどん、肉ごぼ天うどんで、私はごぼ天うどん、はい、ほら、ごぼう、これですよ、そして、単品でカツ丼取ってしまいましたこれはやらかしてるの、こっちは、これがごぼ天ね、単調にごぼ天、ここで効果の儀できる、うん、うん、いっちゃいます、
買いましたね、ぼたもち。ようやく買えた。2つ。うまいな。美味しいね。じんわり美味しいね。ね。美味しかった。俺ね、ちょっと今日ね、失敗したわ。うん、あれね、ごぼ天肉の肉なくていいんだよね。そうですよ。うん。ごぼ天うどんが、そうなんですよ。いいと思います。はい。スケさんのあの美味しい出汁を、うん、甘辛屋の肉が、うん、まあ、美味しいんだけど、うん、でもその味になっちゃうので、うん、ちょっともったいないんだよね。そうだよね、うん、だから私はさぬきでも基本あんまし肉うどん食べないじゃん。そうなんですよ、うん、だ久しぶりに食べる方はやっぱりね、ごぼ天うどんごぼ天うどん行ってほしいですね、うん、あとざるうどんとか食べてる人もいて、それもやっぱ美味しそうだった、うん、ね、麺もさ、うん、でもまあ柔らかくはないんだよね。柔らかめじゃない。まあ、さぬきうどんと比べたら全然ね、一応、うん、九州のうどんは柔らかめと言われてますし、はい、うん、ふわ、ちょっとふわ系なんだよ、はい、うん、でもまあね、だし美味しいし、うん、これはこれでいいんですよ、うん、どこでっしゃろうか。あそこだ、電気ついてるわ。あ、どこ。左っかし、今車出てきたとこ、今出てきたとこのあたりだと思う、うん、じゃあ、ここで止まります、はい、でしょ。オタク道行って、憧れも、はい、私はもう車内で寝ておりますので、うん、本当に万が一臨時休業でも泣くなよ、うん、うん、気をつけてな、転ぶなよ。福祉原始者さんのオリジナルトートパックで、うんうん、ツイッターもこれの画像です、はい、買った本が、うん、じゃん競馬つぐの歴史。あと何つーこれディープな本ですか。これ高速具拷問具。あー、よくさ、こんなばっか読んでるんですよ。よくこれさ、うん、すごい前の本なの、うん、買えないんじゃないかなと思ったらさ、うん、500円で買えたの。まあよかった、満足できたんですか。はい、ようございました。出してもいいですよ。よかった、何でもいいですよ。でよかった、よかった、はい、よく出したな、はい、よし、じゃあ帰ると、はい、ちょっくら三重まで。ちょっくら、はい、関門橋を渡ります。おうおうおう、あの辺で飲みましたな。飲みましたね。あれもう1週間以上前ですよ。わー、というわけで、はい、結構長い具合と続いてきた宮崎ツアーですが、はい、いよいよ本州に入ります。はい、イエーイ、山口県入った。本州に帰ってきました、はい、10日ぶりの本州、はい、1週間ぶりか。8日ぶりですね、うん、8日。えもこさんは何が一番今回印象的でしたか。温泉だな。体に染みついたこの温泉の匂い、う、ね、うん、思い知りましたね。思い知りましたね。温泉ランキングで言うと、あの人、あなたはあれでしょ、うん、湯布院のあそこがやっぱり日帰りのあの断トツで。いやちょっとね、うん、あれこれさ、うん、なんかさ加工してないっていうぐらいな、はい、お湯だった。そうね、うん、で泥温泉はさ、またそれぞれ面白くてすごかったし、ダムネ温泉も良かったし、はい、で黒川温泉はもう町全体が演出されて素晴らしかったしね、うんうんうん、素晴らしかった、はい、黒川温泉の公衆湯は忘れられない、あの暑さ。そうだね、本当に死ぬかと思った、本当にやけどかと思ったよ、私皮膚がただれるかと思ったよ今回もまあよう笑いましたな、はい、よう食べたし、はい、よう風呂入ったし、はい、お前よう食べたよな、はい、楽しゅうございました。で、はい、だってもう下関でさ、うん、朝ごはん食べていいじゃん、はいはい、市場で、うん、まあ、あそこからしてよかったもん。そうだね、うん、そうだね、うん、もう本当にね幸せなツアーでしたよ、はい、で総括的にお話しますと、はい、車のシート、うん、あとサス、タイヤ、うんうん、もう本当に変わりましたな、うん、この車変わりましたね。何が変わったの、まあ、俺の腰が全然平気だったっていうか、まあね、耐えられたっていうのもあるんだけど、タオちゃんが後ろの普通のシートでグーグー寝てん今もね。違う、タオちゃんも変わったよね。そう、タオちゃんも変わったけどタオちゃんも変わった。でもこれ振動がないから OK にもあるもんね。
ということで本当に、ね、車の振動はもう大改善しました。シートの影響は大きいけど、今回変えたタイヤもかなりインパクトあるのかな、ね、本当に劇的に変わりました。で、あと俺今回ねびっくりこいたのが、やっぱり太陽光パネルの設置による電気関係のすごさ、うん、そうかね、そう、今回エアコンかなり入れたじゃん、なんだかんだで、うんうん、タオちゃん昼間留守番中ね、うん、危険なのでクーラー入れて、うん、僕ら温泉に行ったりとかしてたんですけど、うん、だから3時間かけたりとかね、昼間、うん、3、4回か、うん、やってるんですけど、なんとエアコンが 90% 以上下回ったことが、電気がね90%以下にね、なで特に黒川温泉だと3時間かけてても、うん、帰ってきたら充電してて、満充電でお釣りが来てたみたいな、ちょっとこれあれですね、夏かなり期待できるんで、そうね、まあ、結構使いはするけども、うん、肌でいれば賄えると、はい、そうだね、うん、走ってる最中で、うん、一番の天気良かった時で、うん、だいたい800ワットぐらい充電してるのよ、うん、だからもう本当にエアコンつけても全然消費されないっていう状態ぐらいまで、ね、ちょっと今日みたいな日はちょっと弱いかな、うん、そうね、今日はダメか、そう全然ダメで、つまり今回ねずっと天気が良かったのよ、そうね、ツアー中、ね、だからまあ条件も良かったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、水のっちもねいないからいないからで、三重県津市豪雨になったりとか、なんかさ、すごいよね、うん、昨日とか一昨日とかもさ、うん、津市非常に強い雨とかで急に入ってくるのよ、そう一体何が起こってんのって、ね、はい、というわけで、うん、まだ三重県まで津市まで621キロございます、はい、途中で一泊、ね、サービスエリアとかでして帰る予定でございます。それでも途中になんか本当に讃岐うどんあったら寄ってくからまだ、あ、兵庫に真心あったねありますね思い出しちゃったよ、ありますね、